砂絵とは、砂を使用して描いた絵。色のついた砂を使用して、模様を描く場合と、単色の砂に凹凸をつけて、模様を描く場合とがある。江戸時代まで砂絵は、リクエストに応じて、砂絵を描くガ人坊主の大道芸、また豊作を願い綱で、吉祥文様を描く伝統行事が存在した。銭形さえ江戸時代から続く砂絵としては、 香川県関音寺市の関営通報を模した銭形サえが巨大で有名。コーラムインドで女性が庭などに描く砂絵。元来は米粉、小麦粉、今日では着色した岩粉、あるいは石灰を使用して吉祥文様を描く。描かれる模様は幾何学模様や花模様など多岐にわたる。結婚式など、刑事の際には路面を覆うほどの大きなものが女性たちの手で作成される。 人がコーラムの上を歩くなどして壊されると良いことが起きるとされている。コーラムを描くことは花嫁修行の一つとされ、描かれる模様は母親から娘へと伝えられるため、各家庭ごとに特色があったが、都市部ではこの伝統が廃れている。そのため、文様を保存しようという動きがある。タミル地方ではコーラム、マディアプラデーシュ州、ラジャスタン地方では、 マンダナ、ベンガル地方では、アルポナ、ウッタルプラデーシュ地方では、チョークプラーナ、カルナータカ州、カンラダゴ、グジャラート地方、および、マハラシトラ地方では、ランガバリ、アーンドラプラデーシュ州、テルグコでは、ムグル、インド全体、特に北部では、ランゴリ島と呼ばれている。チベット密教では、瞑想を行いながら、マンダラを描くという修行が存在する。土の上に、 金属のロートを使用して着色した石英の粉を少しずつ巻き、マンダラを描く。完成したマンダラは一定の手順に従って壊し、使用した砂を川に流す。作成から川に流すことまでが修行とされている。ナバホ族の砂へナバホ族のメディスンマンが病気などの治療の際に砂絵を描く儀式が存在する。色のついた石を砕いて作った砂や土を使用して模様を描く。 砂に着色は行われず、希望の色の石が手に入らない場合は、トウモロコシの粉や乾燥した花を代用にする。病人のトーテムにちなんだ異常を描く。砂絵は、比較的短時間で作成され、破壊される。チベットの砂マンダラと同様に、砂絵を破壊することで儀式が完成する。砂絵は、芸術性が高く人気があるため、商業を目的で作られたものが、 土産物として販売されている。中でも、グラスサンドアートは、1770年頃には、数族が、毛布の模様の三角や四角を真似て、砂漠の砂でデザインしたものを、白人の捨てた薬の商品に詰めて売ったのが、ルーツである。これがヨーロッパに伝わり、観葉植物を入れるガラスの容器にサンドアートされて、飾られるようになった。メキシコ、死者の日の砂絵メキシコでは、 死者の日に、繋いで、祭壇や墓地を飾る。デザインは、カトリック色の強いものと骸骨を基調にしたものが、好まれる。マリーゴールドなどの花や、キャンドルも、頻繁に使用される。文字通り砂地に、棒で引いて描いた絵で、ソナ、ソナ。特に一筆絵、ルソナは、アンゴラコンゴ民主共和国国境の途直ウェイ族により、経路を示したり、動物を表す。 似たスはバヌアツで航路などを表す。一筆巡回文様であるところはコーラムに似ている。約82の軍島からなるバヌアツ共和国には古来より各島々の部族との通信、伝達手段として、また民族儀式や記録手段として継承されてきた砂絵が残る。砂や火山灰、粘土の上に砂絵に対する造形が深い熟練者により、一本の 指先で一筆書きで描かれる幾何学模様である。幾何学模様の部分ごとに意味する意図があり、解読する側も、また模様に対する幅広い造形が求められる。バヌアツのスナは2003年に世界無形文化遺産に登録された。ありがとうございます。